中国南部の広東省で高速道路が崩落し、多くの車が転落しました。24人が死亡、30人が怪我をしています。崩落した高速道路の下で黒焦げになっている何台もの車。白い煙が上がっているのが確認できます。中国メディアによりますと、1日午前2時10分ごろ、広東省の高速道路で大規模な崩落事故が起きました。この事故で20台の車が高速道路から転落し、24人が死亡、30人が病院で治療を受けています。中国では1日から労働節の大型連休が始まったばかりでした。事故の原因は不明ですが、広東省で降り続いていた大雨の影響を指摘する声もあります。